チース、どうも誰も知らない凡人こと、イカレタコ、で、ジムストライカーです。そうです。私は、ジムストライカー、支援。かっこいい。仮面ライダーみたいな。私の名前は、ジムストライカー、支援だ。圧倒的このカラーリングの前に、ヒレフスがいい平日の午前中のこのレーティングマッチ250でな、ちょうどありましたね。というわけでジグジオンだ、もうめちゃくちゃですね。へー、行くぞい、頑張るぞい。そう、みんな行こうぜ行こうぜ、戦ってるわ。やつらはそこのレールガンという名のは二股ビームスピアのあなただけにしてやろうっていう魂胆ですよ。そうですと、癖でどうもこっちに行ってしまいますけど、向こうの方が戦いやすい、 D の方が戦いやすいことは間違いないが、来ているようだな。そうです、はあ、そうだ、私はここにいるぞ。いて、クソいて、敵と、うわ、こっちにみんな集まってきた。くらえ、攻撃支援、攻撃支援、こっちすごい敵いますよ、すごい弾飛んできてますよ。まずい、あいたー、この貴様ら、私はジムストライカー、貴様のビームサーベルの的にしてやるってんですよ。あいてー、待ってください。よし、そう、俺はここの拠点を取りに来たというわけだ。そうそうは簡単にはやられんよ。うん、失礼します。あーすあー、どうした取れちゃう。中継地点が、あそこが取れなければ、最初のスタート地点からのスタートとは、私も思いませんでしたよ。これは、切なさ、この切なさ、愛しさ、寂しさ、わびしさ、ひもじさ、そういったものを、このね、レールガンに乗せて、敵を撃ち抜くし、まさか、俺を撃つ、これここ取っとくか。ビ取っとこうぜ。そう、みんなちょっと、全力で、よろしくジグジオンの流れでな。そう、あ、全力で前に出てしまったからな。ちょ、今後取っておこうか。さあ、行くぞ、貴様ら。貴様ら、ジオンだか連邦だかわからんが、とにかく、まあ、多分、向こうにもデジムがたくさんいることだろう。そいつらを、すべて吹き飛ばしてやろうと思います。ろくに戦闘が。あれよー、すごい当たった、わ、すごい当たった、逃げろ、タックル逃げろ、いえ、逃げろ、いやー、逃げちまったぞ、あれー、いえ、くっさー、俺ばっかりやがってくれ、あばば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 ば、どうする、無視しよう、安全圏でな、安全圏を通っていこう、大丈夫、ここだったら攻撃されない、大丈夫、分かったら攻撃されない。だったら攻撃されない。ああ、敵の後ろに出ちまうぞ、うん、いいのかお前ら、うん、後ろから来るぞ、後ろから俺が、おはば、あいつは支援だ、いや、死んじゃう、あいつは強襲だ、当たりません、こっから、当てちまうぞ、おー、当たっちまったな、俺のこっち、上の方が有利、まさか、下の方が絶対有利ですよ、あいつ、くっそ、そんな隙間から狙いやがって、このゴキブリ野郎、許さんぞ、皆さん、ゴキブリやろ、この野郎、クラエバルサンミサイル撃ち合うか、当たらんぞ、ここでは、当たらんぞ、あ、俺も当たらんかな、こっちとら、よ、ジムストライカーよ、サーベルの一段ボといったところ、うん、だがしかし、やつにこそこそしてやがれ、こっちのゴキブリホイホイに入ってくるがいい、こちらのゴキブリ、帰ろう、やめよう、無駄な接触はやめよう、やはり、やっぱり生きてるからな、いや、後ろから、やっぱり一匹見たらいっぱいいますね。あば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 あ
し、爆破は成功し、支援砲撃も成功したようだな。私のミッションは見事に完了ということだ。ここからはただひたすらに敵を撃つのみよ。この一本の柱、この一本の、いたー
この一本の柱をよく貴様貴様だがしかし敵がこれは総力戦となりそうだ。総力戦だ。総力戦開始です。えいえいクソブクラエクラエ凡人ミサイル煙幕近づきレールガン、そしてタックル、そして切り、そしてとどめ、あーとどめさせなかった。くそー、凡人ビームキャノンと見せかけてタックル、そしてタックルは当然敵を吸い違えるためのこの一発のためにあったということさ。そうさ、何を言ってるか自分でもよくわからない。ちょやらせるかタックル。俺のタックルは無限大です。いてーわーキャグルさん、頼むぞ。よし、何を頼むかわからないが立ち上がれ。ここは生きろ、ここは生きて俺はアイナとお前にタックルを。貴様、俺のタックルを恐れたか。これは真っ二つだ。いいぞ我らが気迫は敵を圧倒し、なんかいたな、なんかいたぞ今。残念だったら。窓辺にいる一般市民をミサイルで破壊する。これがジオンの、これが連邦機のやり方よ。ワタン、そういう時は当たらないだって。そういう時はそう、この通りタックルです。くらえ、下角。よし、いいぞ。それでこそ我らがデジムの一族だ。そうだ、我々タックル。俺のタックルは止まることを知らぬ。そう、見習ったようだな。お前もタックルを見習ったようだ。へへい、タックルを見習い、タックルを見習い、貴様、タックルを、タックル返し、タックルレールガン、あ、で、タッカー。残り10秒、祝砲という名のこのミサイルを乱射しようではないか。いいぞ。ジークジオン。これが、デジ、ストア、タックルジムの性能ってやつだ。オツオツです。今回の戦闘報酬です。チーズ、誰も知らない軍曹だ。今回はこのジムストライカーならぬジム支援、なんだっけ、あ、デザートジム、デジム、俗に言うデジムという機体である。この機体はあの250では珍しく、強要力を持っている支援機となっている。まあザクワンスナイパーの、あの人権砲ならぬマゼラトップ砲を持つとちょっと似てる感じですかね。だからこちらの方が、まあ、あの連続発射が効くといったところでしょうか。そんなことはないか、あまり変わらないでしょうか。まあ、とりあえず相手に対して強要力を取った後に、このやたら弾数の多いこのミサイルランチャーを連射する近くでも、まあ一応格闘が触れるといった、そういう機体となっています。凡人はタックルと言っていましたが、強化タックル等はついていません。まあ低コストで支援で、強要力を持っていて、それで、スキル関連が、レーダー関連が強化されるといった、前線位置なんかも確かついていましたね。そういった機体となっています。基本はもう近づくことなく、バランサーもないので、近づくことなく、遠くから撃って、強要力に対して、このミサイルランチャーを撃つという。まあ、逆に言えば非常にわかりやすく、イベントで全員に、ミッションをクリアした全員に配布されるものとしては非常に優秀なものになっていると思う。しかし、この通り、弾を5発撃ち切ってしまうと、よろけを取れる武器がほぼない。
格闘を振るかタックルするぐらいしかない。なので、まあ、軍曹はクイックリローダーを2つ積んで約 10% をこのリロードを速くしている。一応格闘補正が少しだけあるので、まあ、格闘が全く弱いわけではないが、下格でこいつに2700だから、まあ普通の戦闘だと2400ぐらいだろうか。コスト250としては結構な火力が出ますからね。一応点灯を取った後にこのなんだっけレールガンも点灯相手に対して当てることができると。弾速もめっちゃ速い。距離が400、そんな感じです。それでは、まあ、イベント機体なんでね、みんなまあ説明しなくても、まあ、演習場なりなんなり乗ると思いますけども、あんまり興味がなくてミッションまだちょっと余ってるって言ってる諸君、終わるギリギリですごい欲しくなっても困ってしまうから取っとこう。入ってこないぞバトオペのイベント機体は。さらばだ。